ただいま。おかえり。何？何って？呼んでください、これ今日。え？ちょっとこれ大きい声で呼んでもらってよかですか？もう頼むけん。電話出て、お願いします。聞こえません。大きい声で呼んでください。聞こえるやろ、この距離やんか。はい、もう一回。頼むけん、電話出て、お願いします。頼むけん、電話出てくれ。ねえ、着信2回あったろ、お母さんから。やったよ。なんでかけ直さん。いやいや、忘れてた。忘れてたで。2回ね、電話しとるってことは緊急な用事かもしれんって思わんと。だからもう家近かったから、もう帰って聞こうと思って。2回電話しとっただけにかけ直して来いよ。うん、もう。で、何やったの。いや、もうばあちゃんからいっぱい安い野菜パンもらったけん、カレーパン作ろうかなと思ってから。ばってルーがなかったけん、帰り道にカレーのルーだけ買うてきてもらおうと思ったった。そんなこと。ばってあんたが電話出らんけん、もうお父さん頼んだ。じゃあええやんけ。じゃあいいと。あんたが買ってきてくれば、今からもう仕込んで、もうお父さんが帰ってきたら食べるだけだった。お父さんに頼んだけん、まだもうちょっとかからずも1時間2時間。別にええもん、待てんもん俺。あんた待ってても、お父さんも帰ってきてから、またそこからルーバー溶かしてから。せなけん、とりあえず電話かかってきたら出てくれ。ねえ、毎朝みんなの目の届くところに置いとっただけんたい。このカレンダーも毎日読んでから出ていけ。もう持っていけよ、もう自分のこれ。もおかしいやろ。もう持っていけ、持ってこら。もう毎日これは持ち歩け。おかしいやろ、これ持ってやんの。ねえ、お母さんの言いたいことが詰まっとるけん、もう頼むけん、電話出てください。え、直せよこれ。うちはチャンネル登録よろしくねー。